はい、どうもエナジー福田です。今回はこちらメカバスのポップ X、 この使い方を紹介していきたいと思います。使うタックルはデストロイヤー F4-66X、まあ、ポップ X にしたらちょっと固めの竿で今回はやっていきますが、 M あたりが一番やりやすい感じになるかなと思います。そしてラインはナイロンの16ポンドを使ってます。まず何個かあるんで順番に説明していきます。キャストした後ですね、今波紋がうわーっと広がってるんで、ちょっと深い場所とか下の方の魚まで気づいてもらうために一旦波紋が消えるまで放置します。そして動かし始めます。で、基本的な動かし方は竿先でプンとチョポッチョポッ、ちょっと今セミの音で聞こえないかもしれないんですけど、チョポッという軽いポップ音聞こえてますか。はい、こんなポップ音を出します。でですね、かなり狭い場所とかネチネチ探りたいなっていう時にはこんな感じでチュポッ止める、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 チュポッ、チュポッ止める、こんな感じで使っていきます。で、次はそのチュポッという音だとちょっとアピール力が足りないなっていう時は、はい、次は気持ち長めに引っ張ってあげるとポップ音が大きくなるんですよね。チュポッ。そして水しぶきも大きくなります。ルアーが飛んできているのはちょっと引っ張りすぎなんで、そのあたりはラインとロッドによって引く感じは変えてください。硬いと引っ張りすぎるんですよね。もしくは普通はチュポッチュポッって引っ張ってきて、なんかいいポイントがあったな、ここはバスがいるだろうなっていうところでジュボッとちょっと大きめにポップさせてあげて、バスに気づいてもらうっていうのもありになってきます。次ですね、ポップ X しかできないかもしれないです。ポップ X って I の位置が上の方についてるんで、ペンシルベイトのようなドッグウォークが可能になります。さっきチュポって鳴らしてた感じのテンションで引っ張って、連続で引っ張ってくるとこういう感じで首振りをするようになります。ペンシルベイトのようにしっかり首を振ってくれるようになります。使うときはですね、使うときは3回首振りして止める、首振りして止める、首振りして止めるっていう感じで使っていければいいかなと思います。基本的にはチュパッチュパッという軽いポップ音で誘って、アピール力が足りないなって思ったら大きめのジュポッジュポッというポップ音で誘い、バスを探していきたいな、サーチしていきたいなっていう時にはドッグウォークを使っていくという感じになると思います。はい、ポップ X の使い方参考にしてみてください。ここは小場所で比較的クリアになってたんで、メガバスのポップ X のファントムカラーっていう透けてるカラーですね、透けてるので下から見ると虫っぽいかなと思います。それを使って足元を丁寧にネチネチと誘っていきたいと思います。ドラグが、よし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 、ポップ X、
スピニングが邪魔。よし。元気。久々のバス。しっかり食ってる。サイズ測りましょうか。ちょっと濡らしてあげて、ちょっとでもね冷やして。サイズは44ぐらいか。そんなに